報告によると、事件、1903-3の前にヘイワード博士と意思疎通を試みようとしている SCP-1903。アイテム番号、SCP-1903。オブジェクトクラス、ユークリッド、元政府。特別収容プロトコル、SCP-1903 に関する情報は、情報災害として取り扱わなければなりません。詳細な情報はレベル2。19,033。19,034。1903の職員に制限します。SCP-1903 担当職員は非常事態、または10月31日の週1以外サイト、45B またはサイト、45C の構内に留まらなければなりません。SCP-1903 担当職員はその業務を果たすために、正規の雇用と同様にみなします。潜在的な SCP-1903 担当職員の補充、または移動は非 SCP-1903 担当職員によって取り行います。この規定を破った SCP-1903 担当職員は処分される場合があります。新任の SCP-1903 担当職員に必読資料として、無検閲の資料を手渡します。最低15人の SCP-1903 担当職員がいなければなりません。SCP-1903 はサイト 45C 第9フロアの厳重収容室901に収容します。厳重収容室901にはフィルター付き換気システムを備え付け、標準的な家具を配置します。SCP-1903 との意思疎通は心理的、及び精神的治療にのみに制限します。職員は標準有毒物質取扱規約を遵守し、SCP-1903 を取り扱う間は現在着用している衣類の上に適切なハザードスーツを身につけます。SCP-1903 の左目に巻かれた包帯は2日に1回交換します。説明。改訂版、1194、年01月4日。SCP-1903 は女性の人間です。以前はジャッキー、バーターとして知られていました。SCP-1903 は身長 1.62m で、ウサギの耳を模した装飾品を身につけています。SCP-1903 の手と足は異常な着色を示し、その左目は失われています。対象の表皮は顔面部が剥がれており、皮下組織と真皮が露出しているにもかかわらず、左眼下周囲の切り傷箇所以外に感染や失血の兆候は見られません。ウサギの耳の装飾品は通常の構成でできていると考えられます。しかし、その取り外しはこの対象に対して不快感を与えます。この耳は SCP-1903 の元の職場である、が起源です。ウサギの耳の他に、猫、狐、狼、ネズミの耳が女性従業員用の制服の取り替え可能な備品としてあります。数個の耳の装飾品を実験のために回収しました。セットはさらなる調査のために保管されています。SCP-1903 の左目は、眼下の傷に合う大きさと鋭さの霧状の刃物と考えられる鋭い物体によって取り除かれています。この傷は自傷によるものではないと考えられ、また通常の治癒は見られません。SCP-1903 はもともと SCP-1903 の目の傷の治療を行っていた、ネバダ、救急医療での治療中に発見され、後に SCP-1903 の下顎の輪郭より上部の表皮の大部分が剥がれていることが報告されました。NEH から回収したカルテによると、SCP-1903 眼下の全体に、変周隅、の跡、水銀同位元素、儀式的な傷が確認されていました。変周隅、は同位元素により重度の汚染状態にあり、DNA 鑑定を妨げました。SCP-1903 は財団職員との会話を拒否しています。さらなる調査は未定です。改訂版、2194、年02月25日。SCP-1903 は女性の人間です。以前はジャッキー、バーターとして知られていました。SCP-1903 は身長 1.62m で、出血しており、鍵爪のような手と足があります。SCP-1903 はウサギの耳の装飾品を身につけ、肌細胞、プラスチックに類似した材質、で血液、綿、繊維、少量の水銀で構成されている紙の張り子型のウサギのマスクをかぶっています。この、マスク、は SCP-1903 の顔全体に広がっていますが、下顎の輪郭周囲にはありません。SCP-1903 の左目は取り除かれています。SCP-1903 の手と足は、その穴から水銀に汚染した血液が生成されます。
水銀の露出は SCP-1903 に対して致命的な影響を与えることはありませんが、重度の精神的な損害を受けます。SCP-1903 の造血量は平均の人間よりも多く、これにより SCP-1903 は大量出血に対処していると考えられています。SCP-1903 がなぜ水銀中毒のさらなる身体的な症状が発症しない理由は不明です。SCP-1903 のマスクは対象の生物学的の耳に当たる、影響を受けている箇所の肉を数箇所少しかき切ることで取り外しが可能ですが、取り外しにより影響を受けている箇所の血管、動脈、歯、神経終末が損傷または失われます。取り外しにより対象は多大なる痛みに苦しみ、死亡すると予測されています。この装飾品は通常の構成でできているように見えます。しかし、その取り外しは SCP-1903 の聴覚に影響を及ぼし、対象に対して軽度の不快感を引き起こします。これらの耳はもともと白ウサギを表した付属のマスクと対の品で、その起源は SCP-1903 の元の職場である、です。の女性従業員用の制服には、対となる動物の耳の装飾品と白いマスクが含まれていました。両品物は対となっていて、着用者は猫、狐、ウサギ、狼、ネズミのいずれかの格好になります。数点の耳の装飾品を、その付属のマスクと共に実験のために回収しました。いずれも SCP-1903 の一連の影響を有しておらず、追って通知があるまで保管を維持します。SCP-1903 の元のマスクも発見されましたが、異常特性は示されませんでした。SCP-1903 の左目は、眼下の傷に合う大きさと鋭さの霧状の刃物によって取り除かれています。この傷は自傷によるものではないと考えられ、また通常の治癒は見られません。SCP-1903 はもともと SCP-1903 の目の傷の治療を行っていた、ネバダ、救急医療での治療中に発見され、編集済み、の後と少量の水銀同位元素が確認されており、後に SCP-1903 の下顎の輪郭より上部の表皮の大部分が、剥げている、ことが報告されました。の調査で、SCP-1903 の元の雇用主である A、ドナーが質問に答えました。インタビュー1903、13章。ドナー氏の情報により A、F、への疑惑が浮上しました。財団調査官が A、F の家に到着すると、この嫌疑者は発見の約12時間前に自殺したことが判明しました。A、F は SCP-1903 との関係性を示しており、下顎の輪郭より上部の数枚の皮膚層は生物的なマスクと入れ替わっていました。A、F は飛び出しナイフで自身のマスクを切り、浴室のカウンターで引き剥がして取り除いたのだと考えられます。死因は重度の外傷と大量出血です。注目点として、A、F の生物的なマスクには水銀が含まれていませんでした。SCP-1903 と類似した症状を示すさらなる人物を探す調査が行われています。改訂版3194、都市0、2月27日。財団情報災害部門からの通知、SCP-1903 の情報を一時的に削除し、職員の移動は未定です。もしあなたがこの文書より以前の改訂版を読んだ同僚を知っている、特に顔面部周辺での水銀中毒の症状に気がついた場合、あなたの部署の情報災害部門の受付に報告し、追加の指示を待ってください。これを怠った場合、サイトに反流行が発生する可能性があります。現在、20名の職員が治療を受けています。改訂版4194、都市03月9日。SCP-1903 は女性の人間です。以前はジャッキー、バーターとして知られていました。CP-1903 は身長 1.62 メートルで、黒ずんだカギ爪のような手と足を持ち、ウサギの耳の装飾品を身につけ、髪の張り子型のウサギのマスクをかぶっています。SCP-1903 は手と足の穴を通して水銀と血液を生成し、その、マスク、は肌細胞、プラスチックに類似した材質、血液、綿、繊維、少量の水銀で構成されています。SCP-1903 の左目は取り除かれています。SCP-1903 に関する情報は、条件付きの情報、災害です。対象体が A、F の名前、A、F の SCP-1903 に対する特定の行動。収容以前の SCP-1903 の A、F に対する仕事の内容を知ると、
その対象体は収容中の SCP-1903 が受けている影響に類似した症状が現れます。誘発情報に暴露して2日後、その対象体は水銀中毒の症状を示し始め、顔面部の周囲の肌のほとんどが腫れます。5日後、影響を受けた箇所が真っ白になった場合、SCP-1903 のマスクに類似した構成の保護層を形成しますが、水銀の痕跡はありません。この層は顔面部全体を覆うまでその形成を続け、最終的に通常はウサギ、猫、狼、狐、ネズミを表した、SCP-1903 に類似した髪の張り子のマスクになります。この変化の過程で、手と足は変色し、とても黒ずみます。時間とともにその爪は鋭く、鍵爪状に伸び、対象体の聴覚はマスクが表す動物の耳の装飾品の近くに移動します。一旦対象体がその耳に気がつくと、対象体は耳を外すことに抵抗しますが、大抵は状況によります。両耳がスペアなしでは修復不可能になった場合、対象体は永久的な聴覚障害を負います。一旦マスクが完全に発達すると、対象体は特定の幻覚を見ると報告し、詳細はインタビュー、1903に参照、影響を受けていない対象体との SCP-1903 に関する議論をしぶりますが、その他行動の変化は見られません。影響を受けた対象体が影響を受けていない対象体に誘発情報を話すと、通常の対象体は影響を受けた対象体の段階まで変化し、影響を受けた対象体の増血が加速し始めます。2から3日後、血液がこの対象体の手、足、歯茎の穴から染み出始めます。数時間以内に、水銀が対象体の治癒に現れ始めます。この現象について、対象体に対する身体的な影響はなく、また他の対象体に対しても同様です。しかし、この対象体の精神衛生と、類似した影響を受けなかった他の対象体の肉体と精神面に重度の影響を及ぼします。事件、1903-3-194、年02月27日、SCP-1903に地構成情報災害が含まれていることが判明しました。この情報災害の影響はその研究班、2人の警備員、2人の情報提供者を通じて拡散しました。改訂版、1改訂版、2の筆者であるジェニングス研究助手はこの情報災害の進行した症状までに発展し、隔離の3日後にマスクを取り除くことで自殺しました。ヘイワード博士は、無検閲の改訂版、2を読んだ後に SCP-1903 が収容室の観察窓に近づき、博士と意思疎通を試みたと報告しました。詳細はインタビュー1903-2を参照してください。SCP-1903 はユークリッドに再分類されました。インタビュー1903-1。回答者、A、ドナー氏。質問者、エージェントクローリー。A、ドナー氏は彼のオフィスで質問を受けました。エージェントクローリーは私立探偵を装いました。ドナーには SCP-1903 が失血死したとの虚偽の説明が与えられました。クローリー、ドナーさんかしら？私は私立探偵の者です。いくつか質問がありますが、よろしいですか？ドナー、ああくそ、すべて終わったと思ってたのに。わかった、わかった、手短にな。仕事に響くんだ。クローリー、ありがとうございます。ジャッキーさんについてどの程度ご存知でしたか？ドナー、そんなには、女の一人だとしか、それだけだ。この事件が始まるまで、彼女の問題は聞いたことない。クローリー、急死、彼女について何かご存知ですか？ドナー、ああ、知らない、さっぱりだ。彼女は何も盗んでいないし、仕事中にサボったこともない。ただ、そうだな、彼女はだんまり続けていたことは確かだ。ああ、彼女の名は何だったか、思い出せん。クローリー、ジャッキーです。ドナー、ああ、そうだ。クローリー、あなたの従業員は、正確には何をなさるのですか？ドナー、知らん。クローリー、さすがにそれは信じられませんよ。ドナーさん、あなたご自身のお仕事についてです。ドナー、よく思い出してみるよ。いや、思い出したくないな。俺たちの依頼人は通常、偉い奴ら、それはいつも働きすぎな奴らのことだ。そいつらが全てを仕事に注ぎ、遊ばなかった時、そいつは、楽しい時間を過ごすことになる。
そうなったら、そいつらはなりを潜めることができなくなる。それで俺はそいつらにその正体を隠す手段を渡すんだ。それがテーマだ。息を吐く、このことについて AF を盗聴するんなら、それが役立つぞ。もう奴は姿を見せていないが、そこにはいつも奴の何かしらの情報がある。クローリー。息を吐く、AF ですか？ドナー。そう、そいつだ。奴はいつも何かを予想しているようだった。ここから数ブロック離れたところの化学プラントの管理をしていた。妻がいて、高給取り、前歴は一切ない。規則正しい奴だが、いつも大体3、4人の連れがいたな。毎回違う奴らだった。そいつらが何者か聞くなよ。俺は知らないんだ。そいつらに関する情報は持っていない。多分、そいつらはその時のために偽名を使ってただろうし、戻ってきたことはない。それか、記録が残らないように生活していると思う。もしくはその両方か。何にせよ、奴らがクソ野郎だってことは分かっている。クローリー、他には何か？ドナー、さっぱりだ。いつも俺が思っている以上に奴らはここで時間を過ごしていた。多分来るたびに1時間ぐらいだろうか。そして、奴らの要求は同じさ。そして、俺が言うんだ。女は白を身にまとった、と。ジャッキーは奴らの好みの調教師だった。ああ、そしてあの野郎の妻がここに来て、良いとこで邪魔したんだ。クローリー、F の妻はあなたに接触しましたか？ドナー、ああ、あの女はここに情報を求めに来た？疑ってたに違いないな、奴を追っていた。俺は追い払ったんだが、就業時間後にジャッキーのとこに行ったに違いない。多分、浮気とかなんとか言って同情でも誘ったんだろう、でジャッキーが教えたと。俺が言えるのは、次の日にジャッキーは出勤してこなかったってことだ。インタビュー1903、2。インタビュー前のヘイワード博士。回答者、ヘイワード博士。質問者、コルト博士。女、事件、1903、3前、ヘイワード博士は SCP-1903 の異常行動を報告しました。ヘイワード博士は R.A. ジェニングスに改訂版1と2の執筆を命じました。ジェニングスは進行した症状に苦しみ、3日後に自殺しました。コルト博士、それで、どんな感じかね？ヘイワード博士、大丈夫だと思います。ジェニングスのことについては悪いことをしたと思っています。僕が頼んでいなかったら、彼はあの報告書を書かなかったし、誰のところにも送らなかったでしょう。あの時、班の誰も内容全体を把握していなかったんです。ただの断片的な情報しかなかったんです。コルト博士、君は自分の仕事を務めただけだ。彼が書かなくても、誰かがやっていただろう。ヘイワード博士、息を吐く、そうですね。誰かがやらなければならないことだったと思います。彼じゃないにしても、マーティンか、タミーがやっていたでしょう。その、同情してくださるは感謝します。本当に、助かります。だけど質問があるのでしょう。それを終わらせましょう。コルト博士、急死、息を吐く、暴露後はどんな感じだ？ヘイワード博士、はじめは気分が良かったです。数時間後、影響を受けた箇所に刺激を感じ始めました。2日過ぎるまで大したことではないと考えていました。ところが、日焼けのようにもっとひどく感じるようになると、僕の顔が剥がれ落ちました。水銀検査はあまり気分の良いものではありませんね。あなたが触れた時、まだ少し痛みました。コルト博士、わかった、必要ならいくつか鎮痛剤を提供しよう。手術に報告してくれるか？ SCP-1903 が君とコミュニケーションを取ろうとしていたと言っていたね。ヘイワード博士、はい。僕は改訂版2を読みながら観察室にいました。読み終えた頃、SCP-1903 が観察室の窓越しに僕を見つめていることに気づきました。彼女の動きに気づいていなかったので、驚きました。彼女は何も言っていませんでしたが、彼女は僕を黙らせました。僕は写真を撮り、内部通信を通じて彼女との会話を試みましたが、その時には、彼女はちょうどベッドに腰を下ろしていました。僕の推測ですが、彼女は僕が資料を読んでいることに気がついて、誰にも教えるなと警告したんだと思います。だけどあくまでこれは、推測です。コルト博士、ありがとう。他に報告することはあるか？ヘイワード博士、
いえ、僕、いや、あります。他の方はわかりませんが、時折、閃光を見るんです。コルト博士、閃光を何時から見え始めたんだ？頻度は？ヘイワード博士、実際には、正確な表現ではありません。簡単に言えば幻覚でしょうか？昨夜から見え始めたのですが、その頃僕はマスクが出来上がったことに気がつきました。その時にめまいとかは感じませんでした。時々、それらが起きていることすら気づきませんでした。集中していたので、だけど時々、それはまるで、数時間前に一回、ある集団の、衣服が変わります。それは同じ人物だと思いますが、彼らは白いタキシードか、白いイブニングガウンを着ています。わずかしか現れませんが、高級品に見えます。コルト博士、急死、どのように現れるんだ？ヘイワード博士、それは、少しうめく、その服装にはたくさんの裂け目があって、背中が丸見えになっているのですが、スカートは僕が見るにウェディングドレスのように見えました。コルト博士、答えになっていな。ヘイワード博士、違う、そう。答えに、申し訳ないです。出現に気づくと、目をそらしてしまうんです。僕に歪んだ性癖はありません。それは僕がここで言うべきことじゃないですね。その集団もまたマスクをかぶっています。コルト博士、それは、君のようなものを、ということか？ヘイワード博士、いえ、保管されているものの方に似ています。ドナーから回収したものです。そこには多くの人がいて、仮面舞踏会のようです。ただ全員の、彼らの頭が僕の顔に向かっていることを除けば、首が折れていなかったとしても、彼らは、僕を凝視します。コルト博士、最後に見た幻覚の長さは？ヘイワード博士、わかりません。おそらく、1012秒ほどでしょうか？コルト博士、幻覚が起きた時、全員が君を見ているのか？ヘイワード博士、時々ですね、壁にもたれかかっている男性がいるんです。彼も僕を見ているのですが、しかし、確信はないのですが、彼は睨みつけているように見えます。僕が何かするのを期待するかのように、彼はマスクをかぶっていません。茶色のスーツです。だから目立ちます。彼の顔がどのような感じなのか知っていて、うまく表現できるはずなのですが、いつも思い出そうとすると忘れてしまうんです。おそらく彼はドナーだと思います。ゆい、ヘイワード博士の証言は、他の SCP-1903 職員のものと一致し、彼らは一様に共有している幻覚の一部を A、ドナー氏だと推測しました。SCP-1903 の行動に関するさらなる調査で、同様の幻覚を見ていることが示されました。SCP-1903 が同じ幻覚を見ているのか、SCP-1903 職員との相違点はあるか調べる研究が進行中です。